はい、どうも皆さんこんにちは、カネコでございますということで本日の食材がこちら、よいしょ、巨大伊勢エビっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、3キロクラスの伊勢エビ。銀色と比べてもこのサイズ感、この伊勢エビの足と俺の人差し指がほぼ一緒っていうね。こちらの伊勢エビね、加熱用なんでお刺身ではちょっと食べれないんですけども、火を通した料理3品作っていきたいなと思います。1品目、伊勢エビのお味噌汁、これは鉄板だよね。2品目、伊勢エビの焼き、これも鉄板だよね。3品目、伊勢エビのアヒージョ、この3品を作っていきたいと思います。じゃあまずね、こちらさばいていきます。これはデバじゃないとね戦えんな。まず頭の付け根から包丁を入れて、胴体と頭を切り離していきます。よいしょ、ふぅ、なんじゃこりゃ。伊勢エビってこんな部位あったっけ。はい、これこのまま焼いてかぶりつきたいんですけども、真っ二つに割っていきます。割るときは必ず裏側から割ってください。さすがにこんだけでかいと殻も硬いな。はい、このように割れました。伊勢エビの焼きはね、このまま焼きますんで殻を外さずにこのまま。アヒージョはね、身だけ使いますんで殻外していきます。手でね、簡単に取れます。はい、こういう感じですね。はい、そしたらこの問題の頭だよね。まずこの長いヒゲを落としていきます。そしたらこの足もね、もう全部落としていきます。はい、このように足が全部取れたら頭を真っ二つに割っていきます。頭も裏側から割ってくださいね。こういうのはね、もう勢いよくいってください。もう躊躇したら終わりなんで、こういうのは。味噌がすごい。味噌はね、そして別の皿に取っておいてください。はい、ではこのように割れました。まあ、今日は頭ね、一つだけ使います。そしたらまず味噌汁に入れる頭を焼いていきます。で、その焼く時にね、この一緒に焼きも作っていきますね。はい、それではアヒージョの材料はこちら、オリーブオイル、マッシュルーム、伊勢エビ、そしてこれ。スーパーの中うろうろしてて、お、ちょうどいいと思って、この手のタイプ使うの初めてだけど、今日はこれ使っていきます。作り方は簡単。まず伊勢エビをね、適当なサイズにぶつ切り、マッシュルームもこういうふうに4つぐらいにぶつ切り。はい、そこに大さじ4杯のオリーブオイル入れていきます。そしたらそこに材料全部入れていきます。この本体も1袋入れます。これで弱火でグツグツと5分から1分ぐらい煮込んだら完成。はい、そしたら味噌汁を作っていきます。具材はこれのみ、味噌、伊勢エビの頭、ネギ、この3種類だけ。まあ厳密に言うと水とかあるけど。鍋にこの伊勢エビの殻を入れます。これも入れちゃおうかな。そしたらこちらを沸騰させていきます。よし、開けていきましょう。オープン。うわ、すっげえいい匂いする。もうこれだけで美味しいと思う。そこにネギを入れていく。はい、で、ある程度ネギに火が通りましたら味噌を溶かしていきます。はい、そしたら仕上げにこちら伊勢エビの味噌も加えていきます。伊勢エビの味噌は必ずこういう風にね、後から入れてくださいね。仕上げで入れてください。うわ、匂いが一気に変わった、味噌を入れたことによって。はい、そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はこのリスナーさんからいただいた気まぐれクックバッシュでね、ありがとうございます。じゃあまずはアヒージョからいこうか。こっからでも香る、レモンの香りすごいね。いただきます。おー、なるほどね。これは伊勢エビでやるのはやめましょう。伊勢エビの良さぶち壊しだね。気を取り直して次はこちらの伊勢エビの焼き物ですね。すだちをね、絞って、もうほんとすだち好きだよ僕で、その上から軽く塩、いただきます。やっぱり伊勢エビはこの食べ方が一番うまい。次に、じゃあこの味噌汁いただきます。いただきます。
2リットルぐらい飲める、これだったら。ということで今日は伊勢海老の豪華料理ときましたらこちらでやっていきたいなと。じゃん、銀色のやつ、白米かと思ったろ。うん、炊いてない。本日の目標割合、あ、ちょっと噛んじゃった。本日の目標割合ゲーン8対2。はい、はい、来てるよ。はい、来ました。うますぎか。はい、8対2、いただきます。はあ、はあ、うめえ。てか絶対俺痛風になると思わん。まあなったらなったらいいけどね。それじゃあゆっくり食べていく。ごちそうさまでした。いてぇ、いてぇじゃん、噛むな。いや、伊勢海老美味しいわ。やっぱりあんだけ大きいと相当食べ応えある。めっちゃ満腹ですもんね。今今日の伊勢海老ね、死んでたんで刺身で食べれなかったんですけど、やっぱ伊勢海老は刺身が美味しいなって思いましたね。刺身か焼きがうまい。ちなみに今日の伊勢海老があれ、生きてる状態で買うと17,000円。今日は死んでたんであれ5,000円でした。あれ5,000円なら安いですよね。それじゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。